はい、おはようございます。竹下敦です。先日からね、こちらのエリクサーの弦の、レポートを続けてるんですが、今日で7日目になりますかね。チューニングはね、やっぱり狂いませんね。でいつも弾いてる感じのフレーズを、弾いてちょっと音の感じを試してみましょう。いいですね。先日ねご紹介したこちらのシリコンオイルなんですが、やはり効果ありますね。ウエスにねちょっとつけて、拭くだけで、見た目にもですね、錆びは出ていないですし、こういうねこの弦のねすごく不思議なところは、チューニングごめんなさい、チョーキングするときにね最初のこれ硬く感じるんですよ。ところがある点を超えるとね急にね柔らかく感じます。ここまでは硬いんですよ。こっから思い切って上げてしまうと綺麗にっていう風にね、チューニングしたチョーキングした時のピッチがね合いやすいですね。これはね僕みたいにチョーキングが苦手なギタリストにとってはねとても使いやすいです。ダダリオの弦だとね、最初が柔らかくてちょっと最後の方が硬くなるんですよね。で僕はクラシックがもともと本職なんでねチューニングっていうのはね相当練習しました。どれぐらい練習したかっていうとねもう指がねこうなるぐらい練習しました。はい、多分こんなにタコができているギタリストの方はねいないと思います。はい、それぐらい練習しました。時間でいうとね、寝てる時間がだいたい4時間ぐらい寝てるんですが、あと食事してる時間を引くと18時間ぐらい練習してますからね。それぐらい練習してやっとこの程度です。だからねギターはそう簡単にうまくならないと思ってください。で今ねちょっと悩んでるのが、ギターのね、講師をやらないかというお話をお誘いを受けてまして、どうしてもね自分が教えると自分の練習する時間がなくなるじゃないですか。でも自分が教えることによって、生徒さんができない部分、こういう部分ができなかったんだとか、自分もこういう部分ができない時があったなっていうことがね分かるんで経験してみてもいいかなと思ってるんですよね。何かとねコロナウイルスが言い訳にされることが多いんですが、うちのスタジオでもビニールのシートを貼ってね今はちょっとこう映像の加減でビニールシート貼ってませんが、こちらがライブルームで向こうが音の反響を抑えたデッドルームになってるんですが、そこにビニールの、シートをね貼ってきちっとね、ソーシャルディスタンスですかを保てるような空間にもなってますし、ここでレッスンをするのもいいなと思ってますし、あとはねどっかの、お誘いを受けている、ギター教室で講師をするのもいいなと考えております。でエレキギターに関しては教えるレベルにあるのかなと思ったりもします。で歌に関してはね、まだまだ沢井先生にねレッスンを受けている状況なので、教えるようなレベルには到達してないと思います。そんな感じでね、毎日悩んだり、するんですが、もうとにかく練習するしかないです。音楽はね、ひたすら練習、そして必ず練習すれば上手くなります。もうこれぐらいの指になるぐらいにまで練習してください。はい、そうすればね、必ず道は開けます。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon です。